してライジン34、これがドミネーター選手と萩谷選手の試合がメインだったんですけど、はい、私はねこの2位の浩二選手と梅野選手の試合、うんはい、試合っていうかそのあのインタビューがね話題のやつですね、はいはい、いつも割とその試合前インタビュー試合後インタビューはちゃんと見てるんですけど、はい、梅野選手の試合後インタビュー23分ぐらいあったのかな、はい、えっと思ってこれ23分見れるかなと思って、はい見たんですけど見れました見れましたね、あれ、 あれはあれで一つの作品立派な作品じゃないですかあれ、はい、だからなんか今後ね梅野選手がまたライジに出てきた時、はい、どういう最後の試合後インタビューするか分かんないですけど、はい、もう10分そこらで終わってほしくないですね。そうですね、毎回やってあれ名物にしてもらいたいですね、はいはい、なんかちょっとそれ以降キャラ変してません？してます。もう今ツイッターでなんか面白い人になっちゃってますもんねなんかねそれまではやっぱりこう武骨な感じで、はい、一途でって寡黙なファイターっていう感じだったんですけど、うん、なんか180度変わりましたよね。変わりましたね。今笑いのこと草とか言うじゃないですか、はい、あれをなんか梅って書いてて、私なんかその格闘技好きな友達がいて、はい、その子と喋るときは梅って LINE で書いてます誰もわかんねえ